こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分くらいかかってしまうという、そんな気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。はい、今回はトルストイの戦争と平和の中から、ペーチャが戦死するシーンというところをご紹介したいと思うんですけども、この戦争と平和は とても長いですね。トルストイの長編小説はとても長い。こっちのね、アンナ・カレリナもこんな本まるっと2冊アンナ・カレリナです。で、この戦争と平和もアンナ・カレリナも結構読みにくいんですね。で、同じく長いといっても、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟や罪と罰は、こう一つのテーマがね、哲学的神学的な意味を持つ一つのテーマがあって、途中こうブレ幅はあるにしても、基本そのテーマの周辺をこうエネルギーがね、渦巻きながらこうぐーっとラストに向かっていく。まあ、カラマゾフは途中で終わるというかね、続編もあるわけなんですけども、世界は一つの中心を持って、でそして移っていくので、まあ、読みやすいわけなんですね。で、今アンナ・カレリナ戦争と平和を見てもらいましたけど、この長さが一つの中心を持たずに進んでいくんですね。で、アンナ・カレリナもアンナ・カレリナという女性のことをずっと書いてるわけではなくて、アンナ・カレリナとコンスタンチン・レービンとどっちが主人公かって言ったら、コンスタンチン・レービンが主人公だっていうね、そんな風に考える人もたくさんいます。で、あるいはオブロンスキーにしてもウロンスキーにしても、まあ、キティにしてもね、こうアンナじゃない人の存在感がアンナと同じぐらい、つまりいろんなエネルギーが並列的にあってね、その軸、並列的に大きな軸がこう進んでいくので、ドストエフスキーの世界を味わうことに比べて、トルストイの世界を味わうのはちょっと難しいかもしれないんですね。もちろんその思想的な深遠なそういうこう訴え方っていうのはトルストイは基本しない、まあ小説ではしなくて、まあ後々にですね、人生論とか我らは何をなすべきかとかね、そういうこう社会的な問題についての論文みたいなことでやるんですけど、小説の中ではドストエフスキーのような感じにはしないわけですね。で、まあ要はですね、この長さに統一的なメインの物語がなかったら読む方はつまんないわけですね。で、これはじゃあ何によって統一されているのか、まあ、もちろん統一はされているんで、その秘密は海と叙事詩だとね、まあ、トーマスマンなんかは言うわけです。で、ホメロスのイリアスとか、まあ、オデュッセイアとか、そういったこのなんかね、その古代ギリシャのホメロスのその叙事詩、2つの叙事詩がヨーロッパ文学にこう延々と影響を与えているっていう考え方があって、で、このトルストイは自分も言ってるんですけど、デビュー作の幼年時代、ちっちゃいね、100ページぐらいの文庫本の小説ですけど、この時からすでにもうホメロスの香りがあるんだってね、自分でも言ってます。で、ホメロスの雰囲気っていうのは、まあいろんなこれも考え方あるんですけど、戦争と平和に限って言えば、あの物語は波のようにザザーってやってきて、ザザーっと去っていき、それが延々と延々と数千年にわたりザザ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 となっていくっていうね、その繰り返しなんだってことですね。だからこう登場人物は数百人に及び、1回しか出てこない登場人物もたくさんいるわけですね。メインの登場人物は、まあ、ナターシャとかソーニャとかニコライとかマリアとかアンドレイとかね、ピエール・ベズーホフとかエレンとかアナトーリとかね、まあ、それなりにメインの骨格で何回も何回も出てくる人たちはいるんだけど、まあそのメインの人以外にも膨大な数がいる、ね、膨大な数の人がその一つのつながりに1回しか出てこないで、もうその後は出てこないというようなこともたくさんあるんです。で、そう考えると、あのこの統一をですね、叙事詩の海の波のさざめきだという感じでね、叙事詩の精神を読み取って、そして叙事詩として味わうというのはですね、パッと読んでなかなかそんな風にはね、人間思えないものなんで、それにあの戦争と平和をそんな風に何回もこだわりながら読むかって言ったら、そんなことまあ普通するわけないと思うんで、この前の動画でも言ったんですけど、じゃあその波のようにね、いくつもの物語が重なり合ってザザザザザーとなるということはですね、つまりこれは短編集なんだって思って読むといいんですね。短編集で、さっき言ったように
1回しか出てこない人が膨大にいるわけですね。ということはですね、その1回しか出てこない人物の登場するシーンだけを読むとですね、それはその人が登場する唯一の場所だから、その部分は短編小説なんですね。そして10人ぐらいのメインの人たちは何回も出てくるんで、その部分はですね、人間喜劇と、バルザックのね、人間喜劇と思って読むと、この中には必ず何回も何回も登場するピエールやアンドレイやナターシャのような人もいるけど、一回しか出てこない人たちもたくさんいると。ロシアのナポレオン戦争時における人間喜劇の短編集だって思って読むと、とても面白いわけです。で、そんな趣旨で、時々ですね、じゃあどこがどんな短編なのかっていう話をですね、独断と偏見で、時々お伝えしていきたいと思ってるんですけど、今回はこの第2巻のですね、第4部、全体のね、全体の中の第4部です。こんなにね、長いあれですけど、この中の第4部、第3編の4、ね、トルストイは小説、アンナ・カレーナもそうですけど、1、2、3、4とかね、数字でこう、どうですかね、文庫本にしたら5ページから10ページぐらいを1、2、3、4って区切っていくんで、実はそれを読んでいけば、割と読みやすいというところもあります。で、今回ご紹介するのは、さっき言ったように、第4部、第3編の4から12ですね。第4部第3編の4から11までです。はい、11。この間、僕の持ってるこの戦争と平和で25ページなんですね。で、文庫本だと多分4、50ページぐらいなのかなと。つまり、4、50ページって言ったらね、ちょうどいいぐらいの短編小説の長さですね。で、ここは何が書いてるかっていうと、ペーチャ、ね、ナターシャの弟、ロストフ家の次男ですね。お兄さんニコライですけど、ニコライのこととかナターシャのこととかペーチャのこともね、たくさん最初の頃から書かれてますけど、18区ぐらいになって、モスクワがナポレオン軍に占領されて、ロストフ家はね、その時に避難していくんですけど、ペーチャはそれと気を一にして、従軍して将校になるんですね。で、この4から11でペーチャが戦死するシーンになるんですけどね、こんな風にして始まるんです。暖かい雨もよいの秋の日であった。空も地平線も一様に濁り水のような色を呈していた。霧のようなものが降るかと思うと、にわかに大粒の雨がバラバラと横殴りに落ちてきた、まさに短編小説の始まりのような文章ですよね。はい、こんな風にして始まって、でトルストイはドステフスキーのようなこう哲学的な神学的なテーマを小説の中で生に、書いていくことはないんだけど、トルストイ最大のものは、ビットゲンシュタインもね、トルストイ大好きな人だったんですけど、ビットゲンシュタインが言うトルストイの一番のところは物語の展開の妙なんだっていうんですけど、僕はですね、ロマン・ローランとかトーマスマンの雰囲気と同じ、彼らが言ってるような雰囲気を同じなんですけど、風景描写が人類史上最もうまかったんじゃないかと思うんですね。風景描写と心の描写。どういうことかというと、ヘミングウェイも天才的にうまいと言われていたり、バルザックもバーッと描いたりするし、モーパッサンはね、バルザック的なものをさらに洗練された手法で書いてるような感じがして、いろんなこう風景描写の上手い人はいるわけですね。ロシアでもツルゲーレフなんか上手いです。ところがトルストイの風景描写というのは五感に訴える、ね、五感に訴える風景描写なんですよ。例えばこんなシーンがね、今のペーチャ戦士のところにあるんですけど、どの馬も体からポッポッと湯気が立っていた。服も蔵も手綱も何から何まで道路の土や落ち葉と同じくぐしょぐしょに濡れ、ずるずると滑り腐ったようになっていった。人々は体の方まで流れ込んだ水を温めて乾かすため、さらにまた臀部や膝下や首筋へ新たに侵入した冷たい水を奥へ入れないように防ぐため、身動きもしまいと努め、じっと体をすくめ固くなっていた。
というようなね、感じですね。これを読んでいると、自分の体の中に雨水が入ってきて、気持ち悪いな、冷たいな、みたいなね、そんな感じがしてくるんですね。で、さらにその続きの文章を読むと、今度それでもうなんか寒くなってしまう。このままだと凍死してしまうかも、みたいな、そんな感じがしてくる。つまり、こう、五感に訴えるんですね。雨が降っていた。遠くの山は、雨と霧にもやって、かすかに見えるだけだった。みたいな風景描写がほとんど、まあ視覚的に書くだけ。ところがトルストイの場合は、こう、感覚的にも書くし、音も書くんですね。そしてそこに犬とか、カラスがいたら、まあ、カラスの描写はなかったかもしれないですけど、その犬の気持ちも書いたりね、馬の気持ちも書いたりするんです。ところが、その犬の気持ちを読んでも共感したりする。まあ、そういうね、五感を震わす風景描写、状況描写。これはトルストイ特有のもので、そこにいなかったはずなのに、そんな景色見たこともないはずなのに、そこまで描けるのかと。もう完璧に映画のシーンを想像で書き換えてるんですね。見たこともない風景を。まあ、ちなみに戦争と平和を書くために図書館ができるぐらいの本を読んだらしいですけどね。まあそんな風な素晴らしい詩情を持つ文章なんですね。そしてこのペーチャー詩数のところはですね、このトルストイ特有の、まあ、ライトモチーフというね、考え方があって、まあワーグナーがね、この歌劇の中でね、例えばニーベルンゲンの指輪の中でもそうなんですけど、ワルキューレという女神が出てきたらね、必ずタッタバタンタンタッタバタンタンって同じ旋律が出る。で、大体同じ人が出たら同じ音楽がまず出る。その人を表すと音楽がまず出てきて、そしてまた進んでいくみたいなライトモチーフの手法をやってるわけですけど、このトルストイの小説はライトモチーフに満ち満ちてるんですね。同じ人物が出てきたら、大体その人物を表すようなことをちょっと書いていくんですね。で、このペーチャシスのシーンでは、若いペーチャがなんとか早く手柄を立てたい、なんとか早く素晴らしい働きをしてみんなに認めてもらいたいという、こう、虚栄心と名誉心。これなんかこう、もうトルストイその人のようなね、感じ。トルストイは虚栄心と名誉心めっちゃあったみたいなんですけど、で、そういう、こう、トルストイ作品によく出てくる若者の虚栄心に満ち満ちてるんですね。で、ペーチャが登場するたんびに、そういうことをね、一、二行さらっと書くんですね。はい。で、そうやってペーチャが出てきて、その名誉心の虚栄心の状況を書く。そして、さっきのような五感に訴える風景描写がついていく。で、その中でですね、チーホンというね、チーホンという、まあ、百姓の軍事活動にこう協力している、こう、スパイをやる百姓、フランス軍を殺したり捕虜にして連れてきたりする、なんか素晴らしい特殊部隊なみたいな感じの百姓がいるんですけど、このチーホンのこともね、素晴らしいキャラとして書いてるんですね。チーホンはこのペーチャシスのシーンにしか確かもう出てこないんですね。だからこのチーホンが出てくるのが、第4部、第3編、4から11の間っていう感じですね。で、最後、ペーチャはね、出世というか手柄を立てたいので、フランス軍へのこう奇襲をするときに、もうね、デニーソフという、まあ、保護者みたいな上官が、絶対自分のそばを離れないようにって命令しているのにもかかわらず、奇襲が始まったら、ダーッとまでかけていってね、どんどん奥の方に入っていって、まあ、途中で止まればいいのに、さらにもう敵の最深部まで入っていって、で、最後ね、撃たれて、馬から落ちてね、ちょうど鎌倉殿の13人で源頼朝が馬落馬して亡くなるシーンがありましたけど、まあ、あんな感じでですね、バタッと落ちて、ペーチャは湿った地面へドタリと落ちたっていうね、こういうことでですね、で、保護者的な上官のデニソフがやられちゃったか、彼は顔をしかめてこう言った。これはドロフフが、まあ、ドロフフも保護者的な人なんですけど、うん、で、戦死したんだなってことで、で、このペーチャが戦死したんだけど、その奇襲したフランス軍の陣地にロシア人の捕虜がたくさんいたんですね。そして、デニソフとドロフフが奪い返したロシア兵の捕虜の中には、ピエール・ベズーフフも混じっていたってことでね、ここでピエールが登場して、今度12からはピエールの話になっていくっていう感じになるんですけどね。で、この部分、このペーチャが戦死する部分だけ、文庫本にして40、50ページ
何にも戦争と平和の背景を知らずに、ペーチャがロストフ家の次男でみたいなことも一切知らずに、いきなりここだけ読んでもですね、短編小説として成り立つんだっていうことなんですね。はい、これはあんまり知られたことではないってね、戦争と平和そんなに読む人もいないんで、でも本当にね、ここだけをいきなり読んで、何のこう登場人物についての何のこの背景も知らなくても普通に短編小説として読めるんですね。これはすごいですね。もしかしたら19世紀のロシア、あまりにも退屈すぎてですね、どっからでも読めるように書いたんじゃないかと思うぐらい名人芸ですよ。これ短編集、ペーチャ・ロストフの詩とかね、いうタイトルの50ページの、短編小説で書けばいいですね。で、戦争と平和のね、最初の部分にはこのロステフ家の子供たちのこともいっぱい書いてるんで、まあ、そういうこう子供時代のちっちゃい頃からのペーチャを知って読むと、あのペーチャがここで死ぬんだねっていうふうなことも思うんですけど、それはね、通読による効果というよりはバルザックの人間喜劇的な効果みたいなもんですよ。ああ、あのウージェニとラスニャクが首相になるのかみたいなね、感じの考えと一緒で、あの遥か昔にもう一個の話として読んだあのロストフ家のペーチャがね、ああここで戦死しちゃったんだなみたいな感じになるんで、通読しなくても実は楽しめる珠玉の短編集としての戦争と平和で、このペーチャの詩を今回ご紹介しましたけど、まだね、ご紹介したいような短編になりうるシーンがもう無数にあるわけなんですね。こんな素晴らしい短編集を読まない手はないということで、今後時々ご紹介したいなと思います。まあ、モスクワが占領されて人々が逃げていって、遠くにモスクワがこう燃えて火が空にぼーっと照らしているのを見ながらみんなが泣くというね、これはもう見事な三文詩のような素晴らしいシーンもあるんですけど、まあ、そんなのもですね、おいおいご紹介していきたいなというふうに思います。はい、それでは今回は以上です。ありがとうございました。